隊長くん、まだ起きてるかしら。起きてたら開けてくれない？起きてなかったら勝手に入っちゃおうかしら。そしたら一緒の布団に入って、あら、起きてたのね隊長くん。こんな夜の遅くまで頑張り屋さんね。呼ばいじゃなくて、寝顔を見れないのはちょっとだけ残念だけど、実は少し頼みたいことがあるの。よければ付き合ってくれないかしら。隊長くんがそう言うなら、どこでも付き合ってあげちゃうけれど。どこでもね。え、そうじゃなくて、探し物を手伝ってほしいのよ。実は何日か前にお気に入りの化粧ポーチを落としちゃったの。中身も一緒にね。心当たりの場所はあるんだけれど、夜はちょっと心細くて。よかったら手伝ってくれないかしら。隊長くんと会うなら、本当はちゃんとお化粧して綺麗な私で会いたいんだけれど。夜に隊長くんと二人っきりで会えるチャンスだもの。わざわざ逃す理由もないわよね。どう？付き合ってもらえるかしら。もちろんお礼はちゃんとしてあげる。そうでなくても、隊長くんって困ってる女の子をほっといて眠れるタイプじゃないでしょ。隊長くん、ちゃんとそこで見ててね。勝手に帰ったりとかしちゃダメよ。確かあの時はベンチで一休みをして、それから風邪じゃない。驚かさないでよ。沼だろうとサキュバスだろうと、怖いものは怖いのよ。もしかしたら沼だからこそかもしれないわね。会長くんはこういうところが、夜が怖くないの？私はね、すっごく怖いの。この公園、普段はすっごくにぎわってるでしょ。なのに夜は誰もいなくて、ラボもどこもそう。夜は静かで暗くて、世界に私だけしかいないんじゃって思っちゃうの。だから隊長くんが一緒に来てくれて、私ちょっとだけ嬉しいの。夜の世界はお化けとか幽霊とかじゃなくて、ちゃんと私を見てくれる人がいるって思うと、それだけで心強いわ。この歳でお化けを信じてるって変かしら。その子たちがいた方がマシって思えるくらい心細いってことよ。隊長くんは知ってる？ここ最近ラボの周りで角と翼の生えたお化けが出るって話。その子も何かを探してるみたいでね。ない、ないって言ってるのを聞いたらしいの。なくしたものを探してるっていうお化けの気持ちはちょっとわかるけど、やっぱり怖いわよね。だから隊長くん、もしもお化けが出たら、ちゃんと私のことを守ってね。私、冗談のつもりだったんだけど。ちょっと怖いけど、これもオーブのお仕事よね。確認しに行きましょう。なんだ、驚いて損しちゃった。お化けってセルマのことだったのね。
化けは見つかった？これって私のポーチじゃない！ありがとう！本当に助かったわ！ここ何日かずっと探してたの。忙しいせいで夜中にしか探せなくて、おかげでお肌もボロボロ一歩手前で大変だったのよ。セルマはいつも綺麗で羨ましいわ。ええ、そうだけど、どうしてわかったの？どうしたの、セルマ？もしかしてどこか調子が悪いとか？行っちゃった。でも変ね、どうして私が昨日の夜にいた場所を知ってるのかしら。角に翼、何かを探すお化け。あ、もしかしてお化けの正体は私だったとか？だとしたら私ちょっと悪いことしちゃったかな。まあ過ぎたことは仕方ないわね。探し物も見つかったし、目的は果たしたもの。それじゃあ隊長くん、よかったらもうちょっとだけ私に付き合ってくれる？誰かと一緒なら別なのよ。大長くんならなおさらね。こうして二人きりでいられるなら夜も悪いものじゃなさそうね。夜は長いわ。ゆっくり楽しみましょう。